はい、こんにちは、トガツーです。今回はですね、アンサンブルという作った作品をカンヌのショートフィルムコーナーという部門に作品を出品しまして、でそれが引っかかったのでカンヌに行けたっていう感じだったんですね。はい。でまあ、ただそのショートフィルムコーナーっていうのはノンコンペティション部門で、まあ、いわゆるどっちかというとこうプロモーションという意味合いが強い場所ではあるので、ただ映画祭に行くだけだとですね、そんなに意味がないと。なのでですね、こういろんな人と会わなきゃいけないと思ったんですね。まあ、会う必要があったんです。その時にですね、使ったあるウェブサイトがありまして、でこれは海外に作品を送る時にですね、すごく使えるサイトなんじゃないかなと思って、今日はちょっとそれを紹介したいなと思います。はい。シナンド、CINADO っていうシナンドっていうサイトがあるんですけれども、そこにですね、世界中の映画祭の関係者とか、あと制作会社とか、配給会社とか、映画祭関係者、あと、まあ、映画監督、脚本家とかですね、そういった関係者のですね、人たちが登録しているサイトがありまして、でそこからですね、連絡先を見つけて、で直接メールをしたと。はい。でそれでですね、カンヌ行く前にだいたい僕は100人かな、150人ぐらいメールをしまして、でそのうち帰ってきた人とですね、またさらにコンタクトを取って会ったという感じでした。カンヌに行くってことはですね、作品を売り込む、例えば映画祭の関係者にですね、他の国の映画祭の関係者に自分の作品見てくださいっていうような感じで売り込むことがですね、まあショートフィルムとか、まあ、まだこう駆け出しの人にとってはそういうのが重要なんじゃないかなと思ったので、いろんな映画祭の関係者にですねアクセスをして、で、まあ、直接こう作品を見てもらうようにコンタクトを取りました。でもちろんですね、会えるかどうかってこともですね、はっきりとしたものではないので、Vimeo に上げている映像、シークレットのパスワードをかけたものをですね、あらかじめアップロードしていたので、それを一緒にこう URL をリンク送りました。でその何人かは返事が返ってきて、例えばですね、カナル TV っていうデビッド・リンチの制作映画とかをですね、に出資している会社があるんだけれども、テレビ局なんだけれども、そこの会社からなんかこういろんな返事があって、まあ、あんたの作品面白いけどちょっとこううちの枠に合わないなとか、なんかこうストレートに返事がくれたりとかですね、あとその他いくつかのディストリビューターとか、あと映画祭の関係者とかから返事が来たりとかして、でまあその中でですね、こういろいろやり取りをして、最後に会ったりとか、会えない場合はですね、カンヌはですね、上映する会場以外にですね、マーケットっていう場所があって、あともう一つね、パビリオンっていう言ってみると万博のような感じなのかな、はい、何々パビリオンっていう感じでですね、各国パビリオンがありまして、でその映画祭がある国のパビリオンに直接行って、ですいません、どこどこ映画祭の誰々さんに会いたいんだけれども、すいません、連絡先って分かりますかっていう風な感じでアクセスをして、もしちょっと可能だったら DVD を渡してもらえませんかと言って、こうDVD を渡して地道な営業しなければならないというところから僕はスタートしました。まあだからなんか車の営業とほぼ一緒ですよね。なんかこういろいろ一軒一軒回って新車買いませんかっていうのと感じとまさに一緒でですね、はい、そうやって一軒一軒自分が出品したい映画祭の国の人パビリオンに行って作品を渡す。でまあその渡す前にですね、一回こうシナンドというサイトを使って映画祭のプログラマーにアクセスをした方がいいと思います。はい、ディレクタープログラマー、いろいろこう役職のある人たちがいるんだけれども、まあ、プログラマーかディレクターに直接連絡をする。そうするとまあ返事返ってくるので、やり取りを続けていけばですね、少しずつ関係ができていくんじゃないかなと思います。映画祭のプログラマーの人たちはですね、何千本っていう映画を世界中から送られてくる何千本っていう映画を見なきゃいけないので、まあ、やっぱりこう誰がどういう作品作ってるかっていうのがですね、もう本当に多分分からなくなってくるんじゃないかなと思います。そういう中でですね、
直接シナンドを使ってですね、アクセスをして見てもらうっていうのは有効なんじゃないかなと思います。確かですね、年間80ユーロぐらいかな、それを払ってアカウントを作ることができたと思います。まあ、僕当圧ではですね、ショートフィルムコーナーに作品を送って、それが先行で引っかかったので、ここのアカウントで使ってっていう風な感じで自由に使えたんだけれども、確かそういうのやらない人だとそれを直接お金を払って登録するっていう必要があるというような感じだったと思います。はい、でちなみにそこはですね、アカウントを作れば自分の作品をそこでアップすることができるので、映画祭のとかディストリビューターの人たちだけに作品を見せることができるという、はい、見せたい人にやっぱり作品を見せるっていうのはですね、まあ、一番こういろいろこうきっかけを作る最短のステップなんじゃないかなと思いますんで、まあ、80ユーロを払ってですね、シナンド登録するのは決して悪くないんじゃないかなと思います。はい、そうですね、そんな感じでですね、カンヌ行く前のちょっとこう準備という意味でシナンドを紹介してみました。また今後もですね、映画祭のこととかいろいろ紹介していきたいなと思います。はい、ご興味ありましたらですね、ぜひチャンネル登録をしてみてください。